シンプルにすごい綺麗ですよね。今までの車両よりもさらに上品に新車の方のデザインが、はい、始まってて、電気で、はい、電車で太鼓の、あ、そうなんですね。ロマンスカー3000型の台車、ロマンスカー、はい、進化していってるっていうところですね。こんばんは、近鉄ファンチャンネルです。私は近鉄入社4年目になりました、トラちゃんです。本日もよろしくお願いします。本日はですね、大阪府東大阪市徳庵にあります近畿車両さんの工場の方に来させてもらってます。なぜ近畿車両さんに来させていただいているかと言いますとですね、後ろの、はい、ご覧いただいたら分かると思うんですけれども、まもなく近鉄で新しくデビューする新型一般車両 8A系の転入取材という形で、この製作過程をしっかり取材していきたいと思います。それでは本日ですね、製造現場をご紹介いただきます。近畿車両の、牧野さんと近鉄で、8A 系の企画担当されている北川さんをお呼びしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。近畿車両デザイン所属の牧野と申します。勤続28年、 8A 系に関してはですね、プレス発表で出ました、あの写真を撮影、あの写真ですね、あの写真を撮影されたのが牧野さん。おお、はい、多分あの山ほど多分見られてるあの、ね、で続いて、はい、で続いて、私近鉄技術管理部で、新造車の、まあ、まとめですね、あのデザインであったり計画であったりとかっていうところを担当してます、北川です。今日はですね、はい、8A 系の製造工程ということで、はい、輸送工程と、はい、検査工程を持ってます、はいはい、それとあのせっかくですので、はい、弊社で保存してる、はい、あの保存車も、保存車、はい、すて近畿車両さんで製造された、あ、そうです車両が置いてあると思います、はい、お宝画像満載だと思うんですけど、今日は、まあ、じゃあ近鉄もちろんね 8A 系がメインテーマではあると思うんですけど、はい、それもサブテーマで、はい、ちょっと、まあ、近畿車両さんの歴史も、はい、振り返りながら名車を、はい、ぜひ見させていただきたいと思います。楽しみにしてます、はい、それでは参りましょう。近鉄ファンチャンネル出発しよう。はい、では早速なんで、後ろに見えております8A系をね、こうぐるっと回りながらいろいろお話を伺っていきたいというふうに思います。まずちょっとこの車両なんですけども、8A系の第何編成になるんですか？第7編成です。第7編成、はい、7番目のできる車両という形ですね、はいはい、でちなみにですけど、今年は、はい、一応この4両編成が12編成、4両編成が12編成、はい、というか48両作られる、なるほど、はい、ありがとうございます。そもそもなんですけど、なんで 8A っていう名前がついたんですか、北川さん。それに関しては、はい、まあ、これまで近鉄4桁の車番の管理したと思うんですけど、はいはい、そうですね、新しい時代にデザインも変わるということで、はいはい、新しい付番の付け方しましょうということで、5桁の、はいはいはい、不満になったんですね。確かに、はい、そうですね、そうです、まあ、今回からあのアルファベットの A というのも入れまして、はい、新しい不満で管理証ということになって、はい、でさらにですね、7000系とですと、今までですと8000系とか、っていう番号をつけたと思うので、はい、まあ、その8を取って7000に関しては8、はい、なるほど、というところで、今回不満をつけています。はい、ということは、まあ、多線に入っていくとみたいなことを考えられるかもしれないです。ここではちょっとまだ、ここではちょっとまだ、はい、ちょっと言えないですけど、まあとりあえず8A系、はい、8A系、はい、今日は見たいと思いますので、はい、じゃあちょっとこの周りをあの、ね、なぞりながらと言いますか、はい、行ってみたいと思います。もう今はもうほぼほぼ、じゃああとはもう車輪をつなげれば完成ぐらいのまでは、そうですね、中心ピンとかも入ってますんで、なるほど、もうあとはもう入れるだけ。なるほど、ありがとうございます、はい。これすごいですね。こっちが、空気側の方ですか？こちらはそうですね、空気側ですね。空気側の方ですね。はい、これちょっといろいろね、あの多分解説しだしたらキリがないところになってくると思うんですけど、ね、はい、まあ、こう見させていただいて本当に、まあ、あの当たり前のことなんですけど、シンプルにすごい綺麗ですよね。このグレーの色っていうのがあのこの状態であること自体がそもそもあんまり、ね、見れないですから ね、うん、まあ、これは多分今しか見れない、そうです、ね、走り出したらね。この赤色って今の赤色と違うんですか？この赤色は、まあ、今までの既存車のマルーンって呼ばれる色があるんですけど、はいはい、まあ、それに比べると深みっていう意味でかなり赤を強くしている赤でして、そういうところからかなり今までの車両よりもさらに上品に深みのある落ち着いた色に見えるように、はい、であと今この上にある半自動といいますか、はい、
手動でお客様が操作できるボタンっていうの、はい、これも近鉄初仕様ですよね、はい、初採用ですね。まあ一応あの生駒ケーブルには採用されてるんですけど、はいはい、近鉄の電車、普通の電車という意味ではあの本線で初採用ということになって、はい、皆さんお使いいただけるかなというふうに思います。おそらくこれがあれば車内の保温がしやすくなるということですね。しやすくなると、はい、いうことです。あの1個持ったのは上のモニター、行き先表示のモニターかなり大きくなったような印象があるんですけど。大きくなってますね。ですよね。あの既存車からするとかなり 1.5 倍ぐらいにはですよね。倍、はい、うん、そんな感じですよ、なってると思います。やっぱりだいぶ見やすくなりますか。これ見やすくなりますね。あの画面の表示としても3分割の中でやってまして、はいはいはい、で今回から新たにあのひらがな、あ、はい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 、今までは漢字と英語だけやったのを、はい、あの小さいお子さんとか、はい、ちょっと外国人の方がひらがな読める方が読めるようにっていうところで、はい、ひらがなの表示とかっていうのも、なるほど、実は取り入れてます。でちょっとガラスもこれは UV カットですよね。はい、あの普通のこの窓もそうですし、はい、お客様出入りされる扉のところにも UV カットは採用してます。そうですね、はい、まあ、これもお客様にとって優しい機能ですね。そうですね、あの色もね、だから若干普通のガラスに比べるとちょっと緑というか、そうですね、はい、黄色がかっているところがまあ見てわかるかなと。よりなんかいつものやつより濃いなっていうのは思いますね。はい、ちょっと話戻るんですけど、さっきまあこの赤色の話があったと思うんですけど、反対にこの白は変わってないですか。ね、白も実は、一般車の白からすると、はい、グレーになってるんですか。はい、あのこういう大きい塗り面積で見てもらうと、はい、白に見えると思うんですけど、はい、これを実は本当にこれだけを切り出して見せると、はい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 、いやいやグレーやんっていうぐらいの、はい、そうなんです、色になってます。で、まあ、またちょっとそれはあのほんまにグレーやんっていうのを見ていただけるように、ちょっとまだ車両紹介の時にはそれを準備させてもらおうかと思ってますので、この単体だけで見れるんですね。そうですね。はい、というわけで、ちょっと場所を変えてきまして、ちなみにここは何という場所になるんでしょうか。ここはあの試運転線というあの場所で、はい、あの完成した車両を通電しまして、はい、うん、機能試験ですね、はい、30項目ぐらい試験項目あるんですけども、大体、はい、で今はですね、ブレーキ圧の測定、今まさにね、作業員さんが、はい、今まさにしてますけども、はい、あのいろんなパイプが、パイプといいますか、管が伸びてて、そうです、そうです、空気関係のテスト、はい、ブレーキ関係、ブレーキ圧の測定、確かに今もそうですし、ここ来る途中でもなんかプシュープシューっていう音で、ね、段階の音がいかにもこうブレーキの音がしてるなっていう感じがしてましたけども、はい、ちょっとね、また話も変わるんですけど、あの後ろの後部標識灯の赤の表示が上にあるっていうのも、まあ、あのこれは最近のリニューアルの時からあの大きく変わった点かなと思うんですけど、はい、この辺りはあの1位は変えたのはやっぱりこの新型車両に合わせて普通の一般車も変えたっていうのはあるんですか。そうですね、あの先には新車の方のデザインが、はい、始まってて前照灯を下、うん、で微動だった標識灯っていうのを上っていうのがデザインとしてあったので、まあ、それに合わせる形でリニューアルの、まあ、はい、まあ、これがこう基準になってスタンダードで今のやつも合わせていったっていう形ですね。そういうことですね。ちょっとね、あの話はあれですけど、今の更新のやつも出た時はおーっていうのはあのうちの社内の中でも結構ざわついた印象はありましたね。あの前照灯が下に来て本当にもうガラッと変わるんやなっていうのは、はい、思った記憶があります。これは動かしたりするんですか。あ、動かします。はい、あの電気系と機械系2つのグループに分かれてそれで試験してるんですけども、はいはい、一番最後はやっぱり走行っていうことで、はい、実際何キロぐらい速度は出せるんですか。速度はね、そこまで 500m ですので、はいはいはい、そこまでノッチも 2ぐらいで入れて、あ、まあそんなそこまで30キロ40キロぐらいで、はい、実際にこう、まあ、走らせるのはもう本線に出てからじゃないですか。そうです、しっかり営業と基本的に同じ速度で走れないということですね。はい、本線走行の段階でも近畿車両さんとかはいろいろチェックされてるんですか。もちろん、はい、そこも、はい、いろいろ試験あの項目が、ね、あのございまして、その台車関係とかですね、いろいろございまして、その兼ね合いであの弊社の社員が、はい、設計した人間が乗って、ありがとうございます。熱がどれぐらい持つかとか、いろいろそういう応力がどれぐらいかかるかとか、はいはいはい、こと細かに、はい、見えないところで新型車両どういう中で本当にいろいろ、あ、そうですそうです、協力して、目に見えない、そうですよね。出てころになったら寂しくなったりとかね。あの我が子が旅立っていくわけですよね。行かんとってくれみたいな、ごめんおるよな。そう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 、まあでも活躍してる姿を見るのもまた、あ、それはもちろんもちろん、やっぱりお客様乗ってこそのね、製品、我々、はい、あのそこでね、やっぱり、ね、最終目的というか、お客様に喜んでいただけることがやっぱり一番ですので、ですね、はい、いいお話をありがとうございます。はい、ちなみに JR さんもここで、あ、そうですそうです、
ここはあの3本機場ありますけど、一番広いところが標準機になってまして、狭いところがまあ表記ですね。1067と1435になってます。ですので新幹線とか、まあね、あの他の会社さんとかはこっちの広い方を使って、まあ近鉄さんも標準機ですけど、はい、JR さんなんかはここで、ここの線路に新幹線の車両が置いてあることもあるんですか？あ、ございます、ございます。はい、さすが近畿車両さん。新幹線長いと試験、長いので半分に、あの16両でしたら半分に割って、はいはい、8両8両で、はい、それぞれ簡易のマスコンっていうんですかね、はいはいはい、運転 の、 あのハンドルみたいなものをあの連結面のところに置いて、箱みたいなやつを、はい、それでこうですんで、ほんまにもうゆっくりです。うん、あのよかったらあの弊社の公式 YouTube でまた見れますんで、あのあ ここでバナーがこのそのものが見れますんで、ぜひ皆さん見てあげてください。お願いします。私結構メインで撮ってますんで、はい、よろしくお願いします。このここから見るところでいくと、パンタグラフ、はい、パンタグラフもそうですね、あのシングルアーム、ね、シングルアームはそうですね、シングルアームなんですけど、実はあのちょうどまあパイプといいますか、はい、ちょうど柱の部分、メインのフレームですね、うんうんうん、あのフレームも、まあ、もともとはこれまで四角だったんですけれど、はいはいはい、まあ、今回から丸を採用にしてます。丸を採用することで、あのパンタグラフの強度アップだったり、はい、あとは、まあ、雪が降った時とかですね、はい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 、あの雪積もりにくくして、まあ、パンタが上がりやすいように、ちゃんと機能が果たせるようにっていうところで、はい、そういう改良もしたパンタグラフを新しく採用してます。本当にもうパンタグラフ一つとっても、はい、進化していってるっていうところですね、はい、あんまりパンタグラフだけに着目して動画をないですよね、ないと思うんですけど。ではまた場所を移してきまして、まあ、大きな建屋の前にさせていただいたんですけども、こちらはどういった作業をする場所ですか？ここは偽装工場といいまして、はい、内装とか電装を主に最終特売になりますね、はいはい、今ちょうど決戦やってますので、よかったらご覧になられますか？はい、決戦っていうのは線を結ぶ。そうですね、はい、その前の工程で配線作業っていうのがございまして、はい、簡単に言えば電車の中に線を彫り込むんですね、はいはいはい、今から見る M の車っていうのがだいたい1700本ぐらい、MC で3000本ぐらいの電線が入ってまして、はいはいはい、ですね、 M っていうとモーターがついてる車両で、 MC っていうと、モーターと運転台がついてる車両ですね。それを1本1本その先にですね、はいはい、この電線の、あの、まあ、端部の処理ですね、はいはい、コネクターつけたり、端子つけたりして、床下は防水処理を施した上で、床下の制御系の機械につないだりとか、室内は、まあ、はい、各種機器ですね、はいはい、蛍光灯とか、ドアエンジンとか、そういうところに、まあ、つなぐというような作業です。はい、じゃあ、ぜひちょっと拝見させていただきたいと思いますので、はい、よかったらお願いします。はい、お願いします。この高さから見るの初めてですけど、実際ホームに上がるとこんな感じのイメージですね。そうです、そうです、そうです、うん、ほんまにまさにフラットホームって言ってまして、形になってきますと結構やっぱり乗降口から物を搬入したりすることが多いので、結局プラットフォームを工場でも作りまして、そこからあの腰掛けとか、あの長いものですね、釣り手棒とかは連結面から長いんで行き入れたりとか、お客様が通るだけじゃなくて部品も通るいうようなことになってますね。もうこうやって見るといよいよなんでちゃんともう僕らが知ってる電車やなっていう感じの見た目になるんで、より現実味が湧いてくるというか。そうですね、お客様視点になってくるんで、はい、はい、我々も作りながらワクワク、ああそうですね、あできてきたなっていうのがやっぱこの段階ぐらいでようやく分かりますんで、はい、まあ、なんといっても職人がやっぱりあっての弊社、はいはいはい、会社ですんで、まあ、夏は暑いですし冬は寒いで、はい、まあ、当たり前なんですけど、その中で やって当たり前な仕事をですね、はいはい、きちんとこなすって、やっぱりそれがやっぱりあの他弊社の巧みな、この時点で私ももう、ああもう彼らの頑張りが、はいはい、でおかげでここまでできたんだなっていうのもひしひしと感じてます。そんな会社がグループ会社にあるっていうのは非常になんか僕らにとっては強い、強いですね、心強いなって思います。何があったら気にしろ。あ、で、どうもよろしくお願いします。今後ともよろしくお願いします。いよいよ社内に、はい、すいません、お邪魔します。失礼します。決戦の作業で車内に入らせていただいてるんですけれども、なんといっても 8A 系の一番の特徴といいますかね、魅力、優しさと呼ばれるこの緑のシート、普通は LC のねシートになってるんですけど、ここだけ一箇所こんな形でちょっと初めて座らせていただくんですけど、じゃあ失礼します。よいしょ。お、結構これシートふかふか、ふかふかです、ですよね。これシートはこっち向いて座るのが正解なんか、
こっち見て座るのが正解、どっちが正解なんですか？どれも正解です。どれも正解なんですか？こう斜め45度向いてもいいし、はい、実際座られるときは、はい、ここにベビーカー置かれて下向きに座れるのもいいですし、なるほどなるほど、はい、ここに大型荷物スーツケースとか置くんで足をこっちに出すっていうのを座れていただきます。もう本当に使い方はもう自由自在というか、はい、お客様の自由で、この斜めに座るっていう乗車体験も多分なかなかないです、ね、なかなかないですよ。あとはね、座面も広いんで、うんうん、お子さん2人ここに座ってもらうとかっていうのも実はできたりするんですよ、ね、ここにこう2人、そうですよね、お二人座ってもらうとかってもできるぐらい広いんで、はいはいはい、そういう使い方もしてもらえたらなと、はい、実際僕たちはこういう風に使ってほしいっていうお客様にメッセージ発するんですけど、はいはい、やっぱお客様自身でもこういう風にした方がいいとか、うんまあ、こういう方が便利だねっていうのがあったら、どんどんそこはそうです、ねはい、ご意見もらえたら僕たちもそれを改良するっていうことに、うんはい、つなげたいなと。ぜひね、実際にまあこれ線をつないでいるという話でしたけど、はい、どこの場所の線をつないでいらっしゃるでしょうか？ドアエンジンのこのドアのカモイの中の、はい、血栓を今、はいされてるとこですね。ドアエンジンっていうとまさにあれですよね、扉がこう開け閉めをするためのドアを開閉するための装置、周辺の電気系統の電気系統の線ですね、はい、さっき1700本とか3000本っていう話が1秒であったの、はい、どの線とどの線をつなぎ合わせるかっていうのを間違えてしまうと、そうなんですよ。でとんでもない音がですんで、この電線の先にですね、はい、リングマークっていう、はいはいはい、この電線一本一本に番号がついてまして、この線を入れる前に電線の頭とあの終わりのところに、はい、あらかじめ番号を入れて分かった上で間違えないように配線して放り込んで、なるほどなるほど、後で、まあ、血栓の作業の方が、まあ、図面見ながら確認しながら電線の先にコネクターとかをつけまして、はいはい、で接続する、はい、で、まあ、線の長さも長めに配線してますんで、うん、はい、適切な長さにカットしてあの処理をされて狭いところに入りますので結構急に電線ですのでカーブしたりとかしますので、はいはいはい、そういうのうまいことそのビニールかぶせたりとかして、はい、いろいろこうあの皮膚が表面が破れないように保護しながら丁寧に作業されてま す, そ, で す、ねはい、でそれを先ほどご覧になられました機能試験で動作するかとかっていうのを確認するということになってま す, す、ね、この扉 の, あの開く機構自体はこれまでの一般車とあまり変わってないですか？ドアエンジン自体は、はい、シリーズ21と同じ共通品、はい、あのコストカットのために同じ共通品使ってるんですけれど、今回から新しい機能として、はい、扉が閉まった後に、はい、例えばお客さんがカバン挟みました、うんうん、っていうのをした時に、今までだと扉開けてもらわないと引き抜けなかったのが、はいはい、今回から一つ一つの扉に、まあ、制御機というあのコンピューターを持たせまして、はい、で、閉まった状態でちょっとだけ力を弱めてっていう制御をして、はい、扉とか傘とか挟まっても抜けるようにという、はい、機能向上を放っています。これは多分あれですね、車掌さんにとっても非常に優しいで、ね、嬉しいですね。嬉しいですね、まあ、遅延防止のため の, あの、はい、機能としてそういうのを採用しています。ありがとうございます。まあ普通にあれですね、空気のあのそうですね、ドアエンジン自体は、はい、空気の開け閉めを一緒なんですけれど、そういう細かいコンピューター、はい、機能アップというところでは改良を重ねているというところです。というわけでここまで 8AK を、いろいろ見させていただいたんですけれども、今日はね近畿車両さんに、特別に潜入させていただいているということなんで、せっかくなのであのいろいろお見せいただけるというふうにお伺いしまして、はいはい、早速この後ろに見えるのはこの車はですね、あの弊社の、はい前身の田中車両工場で、はい昭和5年に製造されました、はい、当時は南海鉄道様向けに作った、はいもう161、1715っていう路面電車ですね。そうですね、171って書いてますね。他社製なんですけども、はい、昭和3年製の同じ形の車がまだ阪海電気鉄道様で、はいうん現役で走ってまして、はい、走り出してから95年お今でも天王寺の駅前から出てる。それがあの日本で走ってる電車で最古の車と同じ形ですね。なるほど。ですね、それの2年後にできた車で、はいはいはい、田中車両工場では、まあ、その時京橋にあったんですけども、そこではあの171、172、173、3両を作りまして、173という車があの戦災で太平洋戦争で焼失しまして、はい、弊社のこの歴史を語る上では、はい、田中車両時代の車っていうのはなかなかございませんので。田中車両は1920年ですね。はい、大正。近鉄の車両そこで作ってるんですか？その頃はまだ作ってなかった。近鉄車両はいつから作り出したんですか？戦後すぐですね。なるほど、はい、戦災復旧でやっぱりここ車両がもう、はいはい、とても回らなくなっていましたので、電鉄会社さんが車両を追加で補填したいということで、そのあたりから近鉄様とお付き合いがそういう歴史があるんですね。はい、
これは中は入れない。中入れます、入れます。入れるんですか。あ、じゃあ、はい、せっかくなんで。おお、はい、どうぞ。失礼します。これは何年ぐらいまで走ってたものになるんですか。これは2002年まで走っていました。年前、はい、あ、なお、もう20年ちょっと前ぐらいまで走ってたぐらいまで、はい、当時の、あの、ほんまにいろんな刑事物関係とか残ってて、あえてね、やっぱり、うん、残ってるからこそ、いろいろリアルな感じは。うまいっすね。この足元にね、この踏む秒がございます。はいはいはい、隣です、隣です。こっちか。それ一回踏んでもらって。おお。これがやっぱチンチン電車のこの由来の一つですね。おお、なるほど。それで周囲のね、やっぱ走りますよっていうですね、はい、合図を送ってたっていうことです。ここにあると走らんかった。これの動画をご覧になられてご興味があるなっていうあの方おられましたら、半壊電気鉄道さんに、ね、木戸さんに行っていただいたら、はい、あの夏はちょっと冷房がないの で、ね、あ、そうですね、基本的にあんまり運行がね少ないんですけど、はい、夏以外でしたら多分定期運行に登場すると思いますんで。先ほどのチンチン電車のすぐ隣になるんですけれども、こちらにまた台車が展示されているんですが、こちらは何か特別な台車になるんでしょうか。はい、これはですね、あの1957年昭和32年にですね、はい、運行開始したあの小田急様の、うん、ロマンスカー3000型の台車になります。はい、うん、他の台車とは違う特徴がある。箱根までの路線っていうのがですね、はい、曲線が多かったので、速く走るっていうのが、まあ、あの小田急様の中で至上命題としてあって、はいはい、そのテーマをクリアするために、あの徹底的な軽量化しなければいけないということになりまして、その当時ですね、一番重量の軽い台車っていうのが弊社のこの首里蓮台車っていうような台車で、はい、そういうことがありまして、あのご採用いただきました。なるほど。首里蓮台車っていうのはどういったものに。あの台車枠とですね、この軸箱の間に、はい、あのコイルバネの中に筒が、台車枠からもあの軸箱からも両方ありまして、中でこう緩合している状態でして、はい、中に油が入ってまして、はい、その油でこの上下動を吸収するっていうような種類の台車です。あのいろいろ各社さん、いろいろここの上下動をどうやって吸収するかっていうのが、はい、いろんな方式あるんですけども、うんうん、弊社はまあこの首里蓮型を採用してます。まあ、軽さにつながるのはどういったところが。従来 の、 あのその当時の台車っていうのは、まあ鋳造で作ってたので、はい、余計な肉が残ったりして結構重量がね結構重かったらしいんですけども、はい、あの弊社のこの、まあ、台車に関してはあのこの鉄材を組み合わせて作りますんで、うん、まあ、重量管理がしやすいというか単純なんですよね。うん、まあ、組み合わせだけでできてるっていう。そう、そうです。でもう一つの特徴がこの連接台車。はい、連接台車、連接台車って言いまして、これ何かって言ったらこの2両の2車間の間に台車が来るようになってまして、うん、はい、ここにこう、あ、そうです、ここに車両がこう、ここにもう1両っていう感じですよね。はいはい、ここはいわば連結面みたいな感じになってまして、なんでかって言いますと2車間の間に台車の回転中心を設けて、あの設けることによってカーブでもスムーズに曲がることができる。で車体の中心に台車がありますんで、はい、全体の車体の中で台車が1個減らせるんですよ。そういう観点からも、まあ、連接台車がいいだろうというふうに、まあ、2両あれば、普通であれば4つ台車がいるところが3つで済むということですね。はいはい、そうです、そうです。前と間と、はい、まあ、もう1個の間という形ですね。はいはい、もう1個特徴的なのがこのディスクブレーキ。はいはいはい、さっきも申しましたように、あの軽量化してあの高速で走るっていうのが命題でしたので、うんうん、高速走行から急に停車したりとかですね、はいはいはい、ブレーキかけたりする区間が多いので、いわゆる当面ブレーキだけじゃなくて、うんうん、このディスクブレーキっていうのを、うんね、当面ブレーキですとやっぱり熱を持って300度以上とかなると、うん、やっぱりこのここの当面がね、はいはい、やっぱりやられてしまって、うん、鉄の組成が変わってしまって、ほうほう、割れたりするらしいですよ。ちょっと専門的な話なんですけども、ですんでこのここにディスクを設けてここで掴んで止めるっていうの、これが国鉄線内で、試験走行しまして、うん、当時最速の145キロをマークしまして、でちょうどあの新幹線の計画が国鉄の中でもありましたので、はい、そのどういう方式、電気機関車をつないであの新幹線にするのか電車で行くのかっていう、そういう混沌とした時代に、はいはい、このロマンスカーがあの登場したものですから、あ、電車で行けるだろうっていうのがそこであの分かって、なるほど。じゃあ、まあ新幹線が今の形になるきっかけを作ったと言っても過言ではないような、そうです、エポックメイキングな、そうです、おっしゃる通り。台車っていう、近鉄では連接台車の車両ってかつてあったりしたんですか。ありましたね。あのビスタカーが連接台車を使ってまして、はい、2階建てのビスタカーですね。そうです。ただ、まあビスタカーの場合はあの2階車のスペースを広く取るっていうのが目的で、まあ連接台車が使われたって聞いてます。はい、
この台車一つとってもいろんな、そうなんですよ、車両というか電車の歴史が紐解いていけるっていうの面白いですね。そうなんですよ、いかに近畿車両さんが素晴らしいですか。いえいえいえ、次こっちに目をやりますと目の前、これはなかなかすごいんじゃないですか。そうですね、1991年平成3年に JR 西日本様向けに製作しました100系新幹線、はい、100系新幹線、はい、ですね、中間に2階台車両4両組み込んだグランドヒカリとしてですね、はい、活躍しまして、はい、その後デビューした300系に道を譲りまして、うん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 、その後はあの 新大阪から博多まで小玉専用車両として短くなって6両で運転してたんですけども、2011年に引退しました、はい、この車の特徴としたら、あの先頭形状ですね、弊社 このデザイン室 で、はいはい、手掛けたっていうこともありまして、で2階建て車両の食堂車のデザインとか設計に、はいはい、あの弊社が関わったというようなこともあります。100系といえばまさにね、この特徴的な、ね、ボンネットが長くなる工夫ですね、あの運転席 の窓にこう切り欠きがあります。はい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 、あそこを切り込むことによってボンネットの長さを後ろにしてるんですよね、工夫とかですね、いかに長く見せて、まあ、空気抵抗とか、まあ、そういう問題もありますし、これゼロ系新幹線は割とあのいろんなところで見れたようなイメージがあるんですけど、はい、100系新幹線が、100系新幹線はあのリニア鉄道博物館様と、はいはい、京都鉄道博物館様と弊社 の3両ここだけ、はい、しかないっていうような結構貴重な車両になってます。なかなか貴重ですね。これちなみに中入らせてもらえるんですか。あ、まあ、あの今日は特別に、わやったありがとうございます。あ、じゃ あ、 あのご案内しますので。ありがとうございます、はい、すみません、失礼します。失礼します。せっかくですんであの運転台の方にご案内しますので、はい、はい、どうぞ。ありがとうございます。よいしょ、おお、やっぱ高いですね。はい、運転席と、まあ、助手席というか2つあるんですね。そうですね、運行当初はですね、はい、2人乗務だったと、車掌と運転士両方兼務されてて、はいはいはい、途中で区間の途中で交代するっていうような、そうなんですね、はい、そういうような運行形態で乗務されてたと聞きました。お話しいただいてる中申し訳ないですけど、今ふと思ったんですけど、はい、この新幹線の運転台に近鉄の制服着て座ってるってなかなか、あ、それは初めてですね、すごい光景的には。初めてですね。やばいですよね、こう近鉄の制服で新幹線の運転台のマスコンハンドルとブレーキハンドル持ってるっていうのは鉄道史に残る映像と言っても過言ではないかもしれないですよね。そうです、在来線と比べまして、はい、アクセルとブレーキが逆なんですよね、うんうん、マスコンとブレーキ、はい、そうですね、逆になってまして、なんでか普通の在来線であれば右手がブレーキ、ブレーキ、はい、左手がマスコンという形ですけど、はい、新幹線っていうのは、はい、車内信号システムで、ここに何キロっていうのがありますけども、まあ、これ電気入ってないので出ないんですけど、この表示に合わせて運転していくっていうのが主で、あのアクセルの方が頻繁に使って、ブレーキは自動でかかっていくんですね。30キロ以下になったらこの確認ってボタンを押して、その自動で運転してるあのシステムを解除して、手でブレーキで止めて、あのここにあの白い印ついてますでしょ。白い印、ここにありますね。ここに定目を、あの目で見ながら、そうですね、ここの横にぶら下がってるやつですよね。そうですそうです、新幹線で言うと、はい、こうしながらこう、見ながらこう止めるというような。うちだね、近鉄の場合は停止目標はあの線路の上にありますけど、はいはい、新幹線のここぶら下がってるところに変わりに行くってことですね。横見て運転しはんのか。あ、最後駅で止まるときは、へぇー、観光の仕方を、あ、観光の仕方はここにあの70キロ信号っていうのが出たら、はい、信号70っていうのが一番初めに出るんですけども、はい、それが出ましたら信号70、はい、で閉じ目がここで点滅してますので、閉じ目点、はい、時刻よし、ここに時計が、はい、時計がありました、懐中時計がある、はい、それで、ブレーキを緩めて、寛解よし、はいはいはい、で掛け声をしてノッチを入れて走っていくっていう、そういうような動作ですね。信号70、閉じ目点、時刻よし、でブレーキ寛解して、寛解よし、こっちです、あ、こっちです、あ、これです、はい、入れて、はい、それでは、本日の動画は以上になります。本日はですね、近畿車両さんの方に潜入させていただきまして、近鉄の新しい一般車両、8A 系をレポートという形で製造現場にいろいろ入らせていただきまして、加えてですね、近畿車両さんのこれまでの歴史に迫る、電車もいろいろ見せていただきました。まあ今、100系の車内に、座らせていただいているんですが、この座席の番号が 8A ということで、最後このエンディングはこの 8A 企画、なんでも 8A の席で座って、撮らせていただいております。
はい、牧野さん本日はありがとうございました。ありがとうございました。非常にこう貴重なあの製造現場を見せていただきまして、あのこれを機によくアピールしていただけたらと、はい、思います。あと 8AK マンの、ね、活躍を今後しますんで、はい、ね、皆様でやったり可愛がっていただけたらってメーカーの立場としてそうですね、はい、思います。いや、北川さんもありがとうございました。はい、ありがとうございました。まあ、あのこれから新車どんどんね、あの新車さんからうちに来てデビューしていくと思うんですけど、はい、まあ、ぜひ皆さんも持って新車を感じてもらえたらなと思ってます、はい、本当にね、あの私も、やさし場の方とかも座らせていただいたりとか、あの本当に近鉄の一般車の、今現状考える究極の形が多分 8AK かなというふうに思いますんで、それをぜひ皆さん間もなくデビューなるかと思いますんで乗って、ご乗車いただいて体感をしていただければいいなというふうに思っております。このチャンネルではこんな企画をしてほしいというリクエストをお待ちしております。ぜひコメント欄にお書きください。また高評価チャンネル登録ぜひお願いします。また、近鉄公式 X の、近鉄通信もぜひフォローしてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。さよなら。